ベスト・ユルマズはトルコ共和国の政治家、首相。ユルマズはイスタンブールで生まれた。1971年にアンカラ大学社会科学学部を卒業。ドイツのケルン大学に留学し、帰国後は民間企業で勤務した。1983年5月の祖国党設立に参加し、副党首に就任。同年の総選挙でリゼ選挙区から立候補し、 国会議員に当選した。第一次オザル内閣では、1983年に情報担当国務省、1986年に文化観光省に就任、1987年の第二次オザル内閣で外省、1989年のアクブルト内閣でも引き続き外省を務めた。1991年の祖国党党大会で、 アクブルト・オヤブって当初に選出され、同年6月に首相に就任したが、同年実施された総選挙の敗北を受けて半年余りで首相を辞任した。1993年の大統領オザルの死去を受けて、祖国党内の権力基盤を確立。オザル時代の親イスラーム路線を修正し、世俗主義色を強めた。1995年の総選挙の後、 イスラーム系政党の副市党の政権獲得を阻止するために政道党と連立を組んで再度首相に返り咲いたが両党間の確執からわずか3ヶ月で退陣した。その後成立した副市党のエルバカン政権が軍部の圧力により1997年に退陣すると3度目となる組閣を行った。ゆるまず内閣は1998年に 汚職疑惑により総辞職し、公認のエジェビト内閣のもとで1999年に総選挙が実施された。総選挙後、民主左派党、民族主義者行動党、祖国党によるエジェビト連立政権が発足、緩まずも副首相として入閣した。2002年の総選挙では、公正発展党の躍進のため、祖国党は議席を獲得できず、緩まずも党首を辞任した。 2005年に首相在任時の汚職容疑で訴追されたが、翌年の最高裁判決により無罪とされた。2006年に政界復帰を宣言し、2007年の総選挙で無所属でリゼ選挙区から国会議員に出馬して当選。政界復帰を果たした。晩年は癌に侵され闘病生活を送った。定期検診で肺がんが発見され、 2019年1月23日に手術を受け腫瘍を除去。しかし2020年5月に今度は脳幹に腫瘍が見つかり手術を受けた。同年10月30日に入院していたイスタンブール、シシュリの病院で死去。ありがとうございます。